ネームトゥーパンプスさん、はい、20年勤務した製造工場は男性 95% 女性が 5% くらいでした、うん、そうなるとほとんどの独身女性はお誘いがあるのですが、私は仕事関係の女性とは完全に仕事以外のお付き合いをしないようにしています。私が最後にいた事務所はワンフロアに300人くらいいました。その事務所に響き渡る大きな声で、あなたっているだけでセクハラと言われたことがあったんです。みんなからチヤホヤされているそのベテラン女性社員に、私は全く興味がなく常識的な挨拶しかしませんでした。私が退職後、そのベテラン女性職員は15歳年下の男性社員の職場結婚したそうです、うん、ということで、なんでそんなのさ言われちゃってんの。友達のここ直してほしいところってことで、なんでそのさいるだけでさそんなセクハラとか言われて何したの。なんか謎じゃない。何こうちょっとそっけないかったからってこと。いや違うよな、きっとそれだったらそうなんないか。なんで何したん。いるだけでって相当毛嫌われてない。どういうこと。傷つく言葉ですよ。なんかね、チクチク言葉だ。何かしたのかな、あ、じゃあ直してほしいところということで、うん、こんなこと言われたってことか。自分が逆にね、そうか、逆に直してほしいところではなく自分の直してほしいところ言われたっていう過去もね、ああ OK ってことですからね。でもいるだけでセクハラって言われるんじゃさ、もう直しようがなくない。いない方がいいんですかみたいなさ、どう直すんですかみたいな。これはさやめてほしいわって言われるんだったらさ、はいはい、改善しますって言うけどさ、うんうんうん、いるだけでって言われたらさ、うん、いやいや、どうしますみたいな、消えますかみたいなさ、無理じゃん。そうね、それはなんかすごい、ね、かわいそうだ。まあ本当に女性社員が 5% しかいなかったから、うん、ね、しかもすごくチヤホヤされていたベテラン女性社員ということなので、うん、そういうところで私をチヤホヤしないお前はってこと。そっち、そっちの可能性が逆にあるかもしれません、うんうん、よくわかんないね、何したんだろう。わあ、これはちょっと本当にセクハラしてたんじゃないの。時代があってちょいちょいっつって違います。もう危ない危ないね、うん、トゥーパンプスさん。よかったよ、私がそうなんじゃないって言わなくてよかったですよ。あの人ねってっそうなんよいつも。よかったね、信頼関係が気づいといて、はい、はい、よかったです、はい、というわけでまたすぐお会いしましょう、はい、いってらっしゃい。